1986年春に、ダミア模型が発売した、レーサーミニ四駆。ホットショットジュニアをはじめ、様々な RC バギーを、ミニ四駆化、絶大な人気を誇る、動力自動車模型となった。頑丈なシャーシと、完璧な防塵対策で、当時、公園のグラウンドには、数々のミニ四駆が、駆け回っていた。しかし、スピードが速く、子供の足では、追いつけなかったりして、人や車との、接触事故を、起こしかねないとのことで、どのようにすれば、安全に楽しめるのだろうかと、ダミア模型は考える。試行錯誤していたある時、開発チームのスタッフが、バケツを用意し、ミニ四駆を、バケツの内側の一番下の、側面に当てると、さっと手を離す。すると、ミニ四駆は側面をぐるぐる走り、何周かするうちに、だんだん上昇し、最後には、バケツの外に飛び出すのでした。このアイデアは、後の、サイクロンループという、円形のコースの中を、何回転できるかという、当時の公式競技に発展します。このような、涙ぐましい、試行錯誤の中、いくつかの競技コースが出来上がります。段差の激しいコースを、いかに早くクリアできるかを、競う、ドラゴンスプリントロード。あらゆる仕掛けをくぐり抜け、競い合う、グレードコンバット。ミニ四駆を、ボーリングの玉代わりとし、何本のピンを倒すかを競い合う、ピンクラッシャー。ミニ四駆を走らせ、点数の入ったドミノ板を、いくつ倒し、その点数で競い合う、ドミノアタック。ミニ四駆を斜めに走らせ、地面についた時の、長さを競う、コスモスパイダー。今では考えられないが、ミニ四駆同士を、ぶつけ合い、パワーと耐久性を競い合う、クラッシュレスリング。ここまでは、アクロバット的なコースであったが、見た目には面白いけれど、長時間では、どうやら飽きてしまうところがあった。その反面、人気だったのが、ウルトラマッハサーキットを、はじめとした、現在の主流である、サーキットタイプであった。ミニ四駆は、人気 RC バギーのジュニア版ということもあり、オフロードコースが受けるだろうと、思っていたが、オフロードは、路面がデコボコで操縦できない。ミニ四駆にとっては、まっすぐに走らないし、他のマシンと接触して、転倒することもある。その点、サーキットコースは、コースごとに仕切りがあるので、他のマシンに邪魔されずに、走らせることが可能。何より、スピードを競って走らせるという、単純明快さが、気に入られたのである。もう、こうなると方向性は決まり、ファンのリクエストも、もっと早く走らせたい、というのが、圧倒的でした。ダミア模型は直ちに、スピードアップのための、開発が始まります。幸い、レーサーミニ四駆も、元祖、コミカル同様、接着剤を使わない、はめ込み式であるため、各パーツの交換が、容易に可能です。タイヤ、ホイール、モーター、ギア、シャフトと、すべてが取り替えられます。ここで登場するのが、グレードアップパーツである。まずは、スピードアップを図るパーツの、ハイパーミニモーターや、スポンジタイヤを発売し、ドレスアップを図る、エアロホイールや、ドレスアップステッカー、ボディを目立たせるための、ウィングダクトセットや、ライトバルブセットといったパーツも、発売された。しかし、現在も必ず使われる、あるパーツの発案者は、なんと、子供たちであった。どこにでもある、服のボタン、これを、バンパーの端に、ボタンの真ん中を、細い釘で打ち付けたものがあり、コーナーをスムーズにクリアした、マシンがあったそうです。これが、後のスピードローラーとなり、現在のミニ四駆には、欠かせないパーツとなっています。では、問題です。この待ち針は、後に、何のパーツになるでしょうか？答えはこれ、もうお分かりですね。そう、現在の、スタビライザーポールとなり、これも、欠かせないパーツとなっています。このように、ミニ四駆のアイデアは、子供たちと、
追いかけっこのように、進化していくのでした。しかし、当時の子供たちは、パーツを取り付けるだけでは、満足できなかったのです。当時流行っていたのが、そう、軽量化です。昔のミニ四駆の本にも、軽量化の説明があるくらいであり、よくチャレンジしては、ぶっ壊し、これが繰り返されました。もう、お気づきでしょうが、レーサーミニ四駆の遊び方が、根本的に変わってしまい、頑丈、防塵のシャーシや、スパイクタイヤが邪魔になってしまい、いらないことなってしまったのです。この後から発売する、グレードアップパーツも、オフロードの強化パーツを、発売することはなく、サーキットコース対応のパーツばかりとなり、レーサーミニ四駆は、オンロード専用の、動力自動車模型となってしまったのです。